お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、お鍋でございますが、今日はタラのね、お鍋ではございません。はい、ですね、これはですね、長ネギと生姜のたっぷりつみれ鍋でございます。あの、見てる方はわかると思いますが、あの、これはつまり、あの、漫画飯でございます。あの漫画をね、知ってる方はいいんですけどね、まあ、知らない方もいらっしゃると思いますのでね、その漫画はね、あえてね、伏せておきますけどね、これはですね、漫画の時はですね、あの、主人公の方がですね、もう風邪気味だったんですよ。で、風邪気味だった時に、作ったお鍋でございまして、豚ひき肉に、ニンニクと、生姜と長ネギをたっぷり入れて、で、その上に、柚子の皮をね、刻んで乗っけて、で、火が通ったらね、入れてね、火が通ったら野菜を加えて、完成したというね、悪魔的鍋でございます。この悪魔的鍋って言ったらね、多分ね、見てる方はわかると思いますけどね、まあ、あとね、一口食べればね、鳥越し苦労っていう、とで言われてますけどね。で、このね、漬けだれもね、大根おろしとね、ポン酢でございます。いつもはね、鍋はですね、ソップっていう、相撲用語かな。ソップというね、スープにね、味をつけてるパターンが私多いんですけどね。今回は、つけるタイプの、鍋でございます。ね、これはさっき言いましたけどね、風邪ひいた時にね、食べるとですね、もう、食欲が増すというね、鍋でございますね。汗もかいてね、もう、チンチン代謝もね、ごめんなさいね、チンチン代謝ですね、これ、でございます。で、これ食べた後にね、導水もね、やりますのでね、よかったら見てください。以上でございます。で、お酒は、これはウイスキーですね。ウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。僕趣味でした。ありがとうございました。はい、雑炊に行ってみました。ですね。普段はね、私の場合はね、雑炊って言うとね、ご飯を洗わないんですよ。なんていうか、とろみのあるね、雑炊にするんですけどね、今回はですね、アニメ飯じゃなかった、漫画飯にね、近づくためにね、ご飯を洗いました。で、雑炊を作りました。もしね、皆様もね、機会があったらね、作ってみてください。ありがとうございました。